スノーマン岩本光る幻想的なカットで多彩な魅力、疲労自身のダンスルーツ振り付けへの思い明かす。人気グループスノーマンの岩本光るが7月31日発売の音楽雑誌 MG 第17号東京ニュース通信社でウィー表紙を飾っている。今年5月にリリースしたサードアルバム IDOME がデビュー以来3作連続でミリオンセールスを達成。 また初のドームツアーを完走するなどグループの勢いがマス・スノーマンから岩本光が MG の表紙担当特集に初登場。ロングインタビューではメンバーのメグロレンが主演を務める TBS 系ドラマトリリオンゲームの主題歌でもある新曲デンジャーホリックの聞きどころや自身のダンスルーツ真実系の思いなどを真摯にごっている。 12ページに及ぶグラビアでは雰囲気の異なる2パターンのスタイリングに身を包みレーザーライトを用いた幻想的なカットからスポットライトを浴びて力強く佇むカットまで岩本の多彩な魅力が凝縮された主玉のグラビアを届ける。さらに初の単独東京ドームライブスノーマン 1STDOM s r アに 1023IDOME の模様を収めたプレミアムなライブリポートも掲載している。